岡本、痛恨のお笑い。暗黒すぎるわ。あ、わ、わ。ひどい試合しとりますな。余裕こいて投げてたのに。何これ終わりじゃん。あんな適当な送球するか普通やお長じゃねの。巨人の外テル W。負けたな。ミスったらもう無理。ほんとこいつの送球さ、岡本は一塁がベストだよ。マジかよ、岡本暴投って失点。タイムリーエラーも出たし完全に終戦。完全に終わった3失点のうち2つが守備のミス。サトテルが乗り移ってしまった。この大事な試合でこんなことやってちゃ終戦だわ。は、終わったエラーで2点じゃ無理や。今の山田の足考えろよ。なんで不慣れな地方開催なんかこの時期やらなきゃならんねん。サトテルが笑いながら一言。優勝争いしてるチームらしい素晴らしい野球だな。さすがプロ野球だぜ。岡本、来年はマイナー相手な。岸田キャッチャーの弊害だよ。しをキャッチャーにしとけよ。横浜に頑張ってもらおう。いい加減なプレーだな。やっぱキャプテン向きじゃねえわ。ご視聴ありがとうございました。